それでは私の方から3点ご報告をさせていただきます。1点目は救急安心電話相談窓口シャープ7119の設置についてでございます。本件ではおおむね15歳以上の方を対象とした救急安心電話相談窓口シャープ7119を10月1日から新たに開設をいたします。相談窓口では県民の皆様が病気やけがの症状などで医療機関の受診や救急車の利用に関してお困りの時に相談員が受診可能な医療機関の案内や病気やけがへの対処方法などについてアドバイスを行うものであります。開設時間は平日18時から翌朝8時、土曜日が13時から翌朝8時、日曜日祝日は8時から翌朝8時とし、主に医療機関が開設をしていない時間帯を中心に相談対応を行います。この事業の実施により県民の皆様への医療情報サービスの向上につながり安心を提供するほか、救急医療機関の受診や救急車利用の適正化につながることで真に医療が必要な患者様に適切な医療を提供できるものと考えており、県民の皆様にはこの相談窓口のご利用をお願い申し上げます。繰り返しになりますが、県民の皆様には今後急な病気や怪我で困ったり判断に迷った際にはシャープを押して7119におかけをください。なお15歳未満の皆様はこれまで通りシャープ8000をご利用いただきたいと思います。1点目は以上でございます。2点目はチェジュ航空による静岡ソウル線の増便についてでございます。静岡ソウル線を運行するチェジュ航空は令和6年10月27日日曜日からの冬ダイヤ期間において現行の週7往復に加え週4往復を増便いたします。これによりソウル線は合計で週11往復となります。コロナ禍前に週4往復していた同社のソウル線は令和5年3月に週3往復で運行を再開し現在週7往復となっております。昨年度の搭乗率が 85% と好調な結果であったため増便の働きかけをするとともにグランドハンドリングの受け入れ体制を強化した結果今回の増便に結びつきました。引き続き運営経営者や富士山静岡空港利用促進協議会等と連携し県議会の皆様のご協力もいただきオール静岡で路線の充実に取り組んでまいります。2点目は以上でございます。3点目は南海トラフ地震臨時情報巨大地震注意に関する県民意識調査についてでございます。去る8月8日に気象庁から南海トラフ地震臨時情報巨大地震注意が発表されたことを受け大規模地震に対する県民の防災意識や防災対策の実施状況等を把握するためインターネットによる県民意識調査を実施いたしました。調査期間は8月23日から9月10日までの19日間であり回答数は5890人でございました。協力いただいた県民の皆様に厚くお礼を申し上げます。まず臨時情報の認知についてでございますが知っているが 66.1% であり今回飛躍的に上昇をいたしました。聞いたことはあるの 25.3% を合わせると 91.4% であり高い認知度となりました。南海トラフ地震への関心度については非常に関心があるが能登半島地震の直後と比較し減少したものの多少関心があると合わせると 97.4% であり関心がある層はこれまで同様高い水準を維持しております。避難への備えについては今回の臨時情報を機に避難先などを確認したとの回答は 53.3% と半数を超え日頃から確認していると合わせると 79.9% となりました。いつでも避難できるよう準備したとの回答は 45.0% 日頃から確認していると合わせると 59.3% でした。
また家具の転倒などの危険がない場所で過ごしたとの回答は 79.1% でございました。家族間の連絡手段を確認したとの回答は 50.4% で、日頃から確認していると合わせると 73.2% となりました。なお、避難への備えについて、津波浸水想定区域内の方は、区域外の方に比べ、おおむね高い傾向を示しました。物資の備えについては、食料、飲料水、携帯トイレ等のいずれの項目においても、備蓄をしていないの割合が減少をいたしました。一方、目標とする7日分以上の備蓄をしている割合は減少する結果となりました。行動の変化につきましては、予定を中止、変更しなかったが 24.1% である一方、予定を中止、変更したが 18.2% でございました。今回の結果を踏まえますと、県民の皆様には南海トラフ地震臨時情報を受けて、冷静かつ適切な行動を取っていただいたと考える一方、備蓄につきましては、7日間以上の備蓄の割合が減少するなど、想定したほど進んでおりません。防災用品等の品薄の影響もあったと思われますが、引き続きローリングストックなどによる備蓄の徹底に向けて、啓発を強化していく必要があると考えております。現在、国において南海トラフ地震臨時情報の発信方法等について検証が行われていることから、この状況を注視するとともに、今後、県民や事業者の皆様に的確に行動していただけるよう、引き続き注視を図ってまいります。私からは以上でございます。じゃあ、幹事社の読売新聞の三沢です。はい、今の知事の発表について質問のある者はお願いします。NHK の中田です、はい、お願いします。臨時情報の関係なんですけれども、はい、先ほどの知事の発言の中で県民の皆さんが冷静で適切な行動を取ってもらったというふうにおっしゃってたと思うんですけれども、はい、今回の予定の中止変更が 18% いたっていうことなんですけれども、これってその冷静で適切な行動を取ってもらったっていう指標になるのかどうか、どうしてそういう評価になったのか教えてもらえますでしょうか。これはトータルの状況でですね、比較的冷静沈着な行動をいただいたという評価でございまして、 ここの部分だけを取ってそういう評価にしたものではございません。この 18.2% がどうかということについてはですね、ここでこの数字だけは評価できませんけれども、ただ今回言えることはですね、その行動をどうするかということについては、地震に注意しながら、日常生活を送ってくださいというような発信の仕方でございましたので、受ける皆様もですね、いろいろ悩んだかもしれません。その辺のことはですね、今後国の方がどういうふうに整理をしていくかということについても注視をしてまいりたいと思います。あと以前の会見でも質問があったかと思うんですけれども、今回の臨時情報がちょうどお盆のシーズンで旅館ですとか観光業でのキャンセル等もすでに報道されている通りです。こうした経済活動に損失があった業態への支援や対策などを県として取り組むことや考えがあれば教えてください。はい、補償を行うまではですね、考えておりませんが、観光産業などへの影響があったことを踏まえまして、今後の需要喚起策などについてですね、対応を検討してまいりたいと考えております。ありがとうございました。他にあります？はい、中日新聞の鈴木と申します。はい、臨時情報の件で、はい、今回の臨時情報はどこが良くてどこが悪かったと知事は総括されますでしょうか。そう、いい悪いというよりは、初めて、こういう、臨時情報が発出をされたわけでございますけれども、この南海トラフ地震につきましては、必ずこれは来るものでございますので、常にやっぱり我々は、注意をしていかなければいけませんので、
まあ、こうしたあの臨時情報が出されたことによって、皆様はですね、南海トラフ地震について、まあ、注意をしていただいたという点ではですね、あの啓発につながったというふうに思います。また一方ですね、結局あの、まあ、お盆の時期で、まあ、いろいろ移動がですね活発になる時期にあの発出をされたということで、まあ、本来であればですね いろいろ旅行だとか、まあ、いろいろ移動を考えられた方もいらっしゃると思いますが、まあ、その中であの交通機関ですね、まあ、JR さんでありますとかいろんな交通機関の対応にもいろいろ差がございましたので、まあ、今後こういう情報が出た場合に、公的な機関ですね、交通機関でありますとか例えば金融機関など、まあ、社会的インフラを担うようなところがですねどういうふうな対応をすべきかということについてはですね、これはあの国にしっかり整理をしていただきたいなというふうに思います。今回その、この制度自体が令和元年にできて、そこからまあコロナがあってなかなかこう周知がされてない中で、まあ、今回出たという点で、まあ、周知広がったと思うんですけど、そこら辺はどのようにお考えでしょうか。はい、周知が広がったという点についてはいかがですか。はい、あ、そうですね、まあ、これはまあ何もないときになかなか周知するというのは難しいんで、まあ、今回初めてですね、この臨時情報が発出されたことによりまして、まあ、これがどういうものかということについて多くの皆様が知るところになりましたので、まあ、あの一定の啓発効果があったというふうに思います。他にありますでしょうか。じゃあすみません、読売新聞から一点聞かせてください。はい、先ほどからあるあの南海トラフの臨時情報についてなんですけれども、はいはい、先ほどあの知事がおっしゃられたその需要喚起策についてなんですけれども、はい、これは何というかまあ、あのコロナ禍とかでいろんなそういう喚起策っていうのもあったかなと思うんですけれども、はい、その、まあ、観光とかそういった業態への支援策なのかなと思うんですけれども、どういったようなことのイメージなのかっていうのと、あとその時期的にはこれからまあ秋、はい、ね、まあ、入って、はい、まあ、冬休みだとか、はい、そういうものもあると思うんですけども、はい、なんかその辺のシーズン的なものとか、はい、どういうふうなイメージでいらっしゃいますか。はい、あの秋の観光シーズンに向けましてですね、まあ、いろいろあの需要喚起策を今県の方でも、まあ、検討をしておりますので、詳しいことについては担当みたいなのありますか。ちょっとあの需要喚起策の具体的な取り組み等についてご説明できますか。はい、じゃあよろしくお願いします。観光政策課花田と申します。今あの知事が申し上げましたが、今回の南海トラフの地震情報および台風が重なったということで、繰り返しになりますが、秋の観光シーズンから年内いっぱいにかけて、需要喚起策の検討を今あの我々担当部局の方で検討させてもらっております。詳細決まりましたら改めてまた皆様にご報告をさせてもらいたいと思っています。以上です。ごめんなさい、ちょっと確認なんですけど、あの年内今年度いっぱい、その今のところ秋から年内にかけてと、今年、はい、年末までぐらいの、はいはい、他にありますでしょうか。じゃあすみません、発表項目についての質問がなければ、あの幹事社質問をいたしたいと思います。はい、よろしくお願いします。6月まで浜松市で開かれていたの、はい、浜名湖花博についてなんですけれども、はい、あの先日総会が開かれたと思うんですけれども、はい、改めてあのそこであのお話しされていたその経済波及効果などの成果と、あとその成果についてのですね、あの知事としての評価をお聞かせください。またあの総会後にですね、あの浜松市長や地元経済界とあの面会して、あの今後 の活動内容についての要望も受けたと思うんですけれども、この要望内容に関してのですね、あの受け取った知事の所感を合わせてお聞かせください。はい、まあ、あの経済波及効果につきましては、あの総会でも発表があったように81億3300万円余りで、かなりのですね、経済効果があったというふうに思いますし、まあ、あの報告があったようにですね、昨年のどうする家康のですね、来訪者数や宿泊者数をですね上回ったということで、地元としてはですね、大いに潤ったんではないかなというふうに思っております。また、まあ、今回あの、10周年に加えて、まあ、今回20周年と
ということで行ったわけでございますけれども、まあ、常に新しいですね取り組みも加えまして、まあ、今回デジタルのいろんな取り組みを加えることによってですね、時代に合ったですね、新しい今花博という形が作れたということで、レガシーの継承とともにですね、まあ、進化をしているということで、まあ、それがまあ来訪者の増やリピーターの増につながったのではないかなというふうに思っております。まあ、中野市長、それから斉藤会頭からですね、要請になった30周年事業に向けましては、これはまあ浜松市さんとかですね、関係団体等とですね、まあ、機運の醸成に努めていくということがまあ必要かというふうに思っております。またガーデンパークの活性化につきましてはですね、まあ、できれば私は民間の活力をですね導入した形で、例えばパーク PFI の活用でありますとか、まあ、新たな手法によってですね、まあ、せっかくの施設でございますので、まあ、活性化を考えていければというふうに考えております。じゃあ今の質問と答えについて質問がある者があればお願いします。なければ次の質問させていただきます。はい、ちょっとすみません、国政の話ね、恐縮なんですけれども、はい、今告示された実質的に次の首相を決める自民党総裁選なんですけれども、はいはい、過去最多の9人で争われている状況で、はいはい、まあ、本権関係でいうと外務大臣を務めている上川陽子さんも立候補されて注目されているんですけれども、はいはい、静岡県知事の立場として論戦に期待していることは何でしょうか。はい、またですね、立憲民主党の代表選も告示されています。はい、旧知の野田元総理もですね、はい、立候補しているんですけれども、この2つの総裁選代表選についてどのようにご覧になられてますでしょうか。はい、まあ、今回まさに派閥がなくなってですね、かなりも自由に総裁選に名乗りを上げられるということでございましたので、まあ、過去最多の9名の方が出られるということで、まあ、私は非常に活性化になるんじゃないかなというふうに思います。で、まあ、かなりいろんなテーマについて、まあ、9名の方が論戦を繰り広げられておりますので、まあ、それぞれの皆さんのですね、まあ、政策や考え方がよく分かってですね、政治が活性化をしているんじゃないかなというふうに思います。まあ、一方立憲の方もですね、まさにベテランも出てれば、若い方もですね、出馬されて、まあ、それぞれが、まあ、主張をしてですね、党活性化をしているという感がございます。まあ、知事としてというよりも、まあ、個人的にはね、まあ、昔からの窮地の中でございますので、まあ、野田さんに頑張っていただきたいなというふうには思います。上川外務大臣なんていうのは個人的なお付き合いというか、まあ、あとなんていうか知事としての、まあ、イメージというかお知りになってるっていうのは何かありますか。いや、まあ、今出てる9人の方ですね、まあ、ほぼほぼ多くの方が個人的にいろいろご縁になる方でございますので、まあ、特定の候補者の方に同行というのはここでは差し控えたいというふうに思います。ありがとうございます。他に質問がある方がいらっしゃいますか。じゃあ幹事社質問特になければ、他にその他の質問がある者さんはお願いします。はい、後ろ。SBS テレビのつぶつです、はい、お願いします。はい、来月1日に東海道新幹線が60周年を迎えます。新幹線がこれまで静岡に与えてきた効果ということと、まあ、これについての意義について教えていただけますでしょうか。はい、まあ、これは計り知れないですね、やっぱり静岡県に対してですね、経済波及効果はじめ社会的な効果があったんではないかなというふうに思っております。ちょうど私も開通したのが私が小学校確か2年生ぐらいの時でございますので、まさに東海道新幹線とともに歩んできた感がありますけれども、まあ、静岡県はじめ愛知県とかですね、神奈川県とか、東海道新幹線沿線の、地域はですね、この、まあ、東西の大動脈の効果によってですね、まあ、かなり経済発展もしましたし、大きなメリットを得られたんではないかなというふうに思っております。まあ、
東名高速道路とですね、まあ、東西の、道路の大動脈とこの2つがですね、当地域のですね、活性化に大いに私は貢献をしてくれたというふうに考えております。ありがとうございます。リニア問題について2点伺いたいんですが、はいはい、今月の17日に県内のボーリング調査容認ということになり、新たな局面を迎えているかと思います。知事は、以前からリニア開業による静岡県のメリットというのもお話しされていますが、はい、改めてこのリニアが開業することでのメリット、そしてそれに対して、まあ、JR 東海にどんなことを求めていきたいか教えていただけますか。はい、まあメリットとは何度もお話ししてます通り、まあ、ほとんど今東海道新幹線、静岡県通ってですね、のぞみが、多くでございまして、全部通過交通です。あれだけ多くの、列車が通っているにもかかわらず、まあ、6駅には一本も止まってないわけでありまして、まあ、そののぞみの多くがですね、リニアの方に移行されていきますので、当然東海道線のダイヤがですね、大幅に、すくことになりますので、相当程度のですね、まあ、光こだまのようなですね、県内の各駅に止まる列車の本数が増えることが、まあ、容易に想像できるわけでございまして、まあ、これは、静岡県にとってですね、大変大きな、プラスであるというふうに認識をしております。ただ今のところですね、本数が増えますよといういわゆるアナウンスにとどまっておりますので、まあ、ぜひですね、まあ、このぐらいは増えるんじゃないかってですね、まあ、想定でいいので、まあ、具体的な本数をですね、JR東海さんの方に出していただくと、もっと県民の皆様にアピールできるんじゃないかなというふうに思っています。当然まだ会員はかなり先ですから、その時に何本かこうずれてもですね、それはもう構わないわけですから、今の時点でこのぐらいはいけんじゃないかっていうね、いうことをですね、ぜひ私は発表していただきたいなというふうに思っています。ありがとうございます。最後に1点、こちらも何度もおっしゃっていることかもしれないんですが、リニアについては課題がクリアされて一定の理解が得られた時点で政治的な判断決断を下すという発言をされていますが、はいはい、現地視察、静岡工区の現地も見られた上で改めて判断を下す時期の見通しがあれば教えてください。いや、これはまだ見通しは、ね、なかなかつきかねるところでございまして、やはりまずは28項目をしっかりですね、この対話をクリアをしていくということと、まあ、それを前提として、将来にわたってどういう形でですね、県民の皆さんが安心をしていただけるような、まあ、そういう担保をしていくか、まあ、これは JR 東海さんと県と、まあ、流域の皆さんと、そして国とですね、まあ、しっかりその協議をしていかなければなりません。まあ、そうした、まあ、全ての前提が整った上で、の決断ということになりますから、まだ時期的には先になるんじゃないかというふうに思います。静岡新聞の大橋と申します。はい、前回の、定例記者会見の時に、はい、台風10号の影響で熱海の伊豆山の土石流災害の危険部分、はい、崩落があって、その対応についてお聞きしたと思うんですが、その時には事実確認をしてから答えるというお話でしたので、事実確認をされてどうだったのか、あとの報告体制の在り方ですとか、まあ、下流域の住民への周知の仕方ですとか、その辺のところも含めて、改めてお答えください。はい、まあ、確認について今地下水の影響について今ですね、暮らし環境部の方に、確認作業をさせておりますので、もう少し今時間をいただいて改めて回答させていただきたいと思います。で、まあ、周知につきましてはですね、これは、まあ、前回も申しました通り、まあ緊急の危険性がないと判断したことでですね、周知に至りませんでしたけれども、まあ、確かに、まあ、28人の方がですね、お亡くなりになったという、まあ、大災害の特別な地域でございますので、まあ、住民の皆さんに寄り添った、まあ、対応も必要だろうと、それから、まあ、危険性がないということに、まあ、そういうことであってもですね、それを逆にお知らせをするということも必要ではないかと思いますので、まあ、これは熱海市さんが一時的にはですね、住民の皆さんにお知らせすることになると思いますが、しっかりその情報提供を熱海さんの方にしまして、まあ、市と県が合わせてですね、まあ、どういう形で
効果的に住民の皆さんにお知らせできるか、検討していきたいというふうに考えております。前回の記者会見でもちょっと触れさせてもらいましたが、危機管理部が被害状況を一覧にして台風のような時には発表していると思いますが、その中に、その伊豆山で崩落が確認されたら、一言入れるとかですね、そういったことでもいいのかなと思うんですけど、市だけにこう押し付けるといっちゃあれ、いやいや、市だけに押し付けるということではなくて、一時的に住民に対してお知らせをするのはですね、基礎自治体の役割になりますから、そこはちゃんと県が、そこを市の方に情報提供して、どういう形でやるかということについては、丁寧に県市で対応していくということであります。県としてもそうすると、危機管理部と情報共有してということになるんですかね。はい、危機管理部から発信もすることも考えているということですね。ですから、効果的な発信の方法についてはこれから県と市でしっかり検討していくということでございます。先日のその、説明の中でちょっと気になっているところは、その砂防施設があるから大丈夫なんだという話がありましたけれども、基本的にその盛り土に関しては砂防施設の容量の対象外であって、で、小規模な崩落が起きているというからといって、その大規模が大きい崩落が起きないとも限らないわけですね、盛り土の場合には。その認識というのはちょっと改めてもらった方がいいのかなと思うんですけれども、そこはじゃあ担当の方からご説明お願いします。暮らし環境部の水野と言います。よろしくお願いします。今の話ですけども、先ほど知事も、知事からも、話がありましたように、小規模だからどうだということは今後ですねないようにしたいと思っております。また今回確かに小規模であってですね、直ちには崩れないという判断をしておりますが、改めてですね状況については再度確認等してですね、今どういう状況かというのはまた改めてですねお伝えしたいと考えております。以上です。知事はそうすると先日の説明のご認識は変わらないということなんですか。砂防施設があるから問題なかったという趣旨のことを言われます。担当の方から受けたのは、しっかりと安全性が確保されているので、今残存をしているですね、土砂については砂防施設で十分対応可能であるという報告を受けておりました。この間ちょっと意見交換させてもらって、担当と意見交換されさせていただいたときにもお話ししたんですけれども、はい、安定計算というのを計算してまして、その落ち残り盛り土の部分はそれは一定の条件の下でしているわけですけれども、そこはその県が、今回 その2021年の土石流の原因だって言ってるような、その大量の地下水が、湧き出ているっていうような想定ではまず計算してないということと、あと隣接流域から その漂流水の流入というのも考慮してない計算になってまして、そういう意味では不確実性があるんじゃないかなと。その安全だというのも鍵括弧付きの情報でしかないわけで、そうすると下流域の住民にやっぱりそういう状況だということをしっかり認識してもらうことが、県としても情報発信が必要なんじゃないかなと。はい、ですから地下水の影響についてはですね、再度、もう一回検討するように指示をしているところでございます。検討するというのはどういうことですか。検証です。はい、シミュレーションするように指示をして。漂流水の流入に関してですか。はい、いえ、地下水の影響がどうであるかと、安全であるということは、報告いただきましたけれども、おっしゃるようにその地下水の影響についてのシミュレーションをですね、確認をする意味でも、するべきだということについては今指示をしているところでございます。漂流水の流入の影響については確認しないんですか。いや、それはもう専門家がもうしっかり確認をしているというふうに報告をしていただいております。いや、私は砂防課から先日説明を受けたときには、検証してないということでしたが、すいません、ちょっと担当の方から説明お願いできますか。はい、砂防課長の杉山と申します。よろしくお願いいたします。
繰り返しですね、発生原因の検証委員会で、取りまとめました発生、崩壊のですね、メカニズムについてご説明を繰り返しさせていただいておるところでございます。あの漂流水のですね、に関しての議論を検証委員会先生方のですね、検証委員会の中でも、まあ、議論させていただいた中で、漂流水の流入の可能性は低いということでございます。さまざまな調査検討解析の中でですね、主原因については地下水という形で、結論をさせていただいておるところでございまして、漂流水の、まあ、影響に関してはですね、今後、まあ、検証することは県としては考えていないというお答えを先日取材のスタッフにさせていただいたところでございます。以上でございます。検証委員会の時に、まあ、出てこなかった写真が、まあ、今年 の、 その7月になってから出てきたわけですよね。その分水嶺のところの写真が。ですから検証委員会の結論はそうだったとしても、改めてそういう新しい事実、まあ、先日 の、 あの台風10号の時にもかなりの雨が降りましたから、それを踏まえての検証ということでもいいんでしょうけれども、そこを十分にやらないと、その落ち残っている盛り土があるので、それが安定かどうかっていうことは確実なことは言えないと思うんですよ。なんでその地下水の検証はするのに、漂流水の流入についてはやらないというのか、そこは変だと思わないですかね、知事。いや、じゃあ担当の方でお願いします。漂流水の関係ですね、議論させていただいたということでございます。まあ、これ繰り返しになります。知事に見解を、いや、担当の方から回答させていただきます。はい、変だとは思わないですか。担当の方から回答させていただきます。不自然だとは思ってないです。担当の方から知事会見なので、知事の見解を教えてください。回答を差し控えていた、させていただきます。はい、お答えいたします。結構です。はい。はい、あともう一点ですね、その熱海の土石流の関係に関してなんですが、行政対応も再検証されたと思いますけれども、この再検証 の、 その会合非公開で行われてきたんですが、議事録が県議会から作成を求められてきたのに、まあ、終わってから半年以上経ってるんですけれども、作成されてないということになってます。まあ、自分はその、経営管理部の総務課が担当されてるんで、今まで何度も、まあ、議事録出してくれということはお願いを会うたびにできたんですが、ここに作られないということで、浜松市の緑恵大の時も確か検証委員会やられていると思いますが、その時は、まあ、報告書出てきてすぐに出していただいたんですよ。で、なぜこの熱海の件だけこれほど遅れているのか、ちょっとそれも不自然な感じがするんですが、知事いかがでしょうか。まあ、これまあ人手問題とか内部の問題で、という報告を受けましたけれども、これはもう速やかに公表すべきであると私も思いますので、まあ、これからスピーディーに議事録作成をさせていただきまして、まあ、順次ですね、できたところから公表しまして、年内にはすべてを公表させていただきたいと考えております。人手が足りないという理由がちょっとよくわかんないんですが、いやいや、私が報告を受けているのはなかなかその、相当な分量でもあったし、その作業がですね、膨大であったというふうに伺っておりますので、まあ、それは人手を増やすとか新たなやり方を考える、まあ、今 AI でこう、そうですね、技術をスピーディーに作成する方法もありますから、まあ、そういうことについては指示をいたしましたので、もう少しお待ちください。速やかに公表させていただきます。わかりました。お願いします。他に質問ある者さん。NHK の中田です。はい、話変わります。他県の話なんですけれども、まあ、同じ知事として伺いたいんですが、はい、兵庫県の斉藤元彦知事、はい、パワハラや贈答品などの問題で、はい、昨日の兵庫県議会で不信任決議案が可決されました。はい、同じ知事としてこうした一連の問題のご所感と課題に感じていることを教えてください。はい、まあ、かなりこの間、まあ、兵庫県政にも大きな影響が出ておりますし、まあ、昨日前回一致で、
まあ、不信任案が可決をしたということは、まあ斉藤知事がですね、重く受け止めるべきだろうというふうに思いますけれども、まあ、この後の判断については、これはまあ政治家として、まあ、斉藤知事がですね、適切にご判断をされる必要があるかなというふうに思っております。鈴木知事としては、辞職を選ぶべきなのか、議会を解散させるべきなのか、お考えはいかがですか？それは私はまあここで申し上げるべきことではございませんので、まあ、斉藤知事がですね、適切に判断をされるんだろうというふうに思います。あと、まあ、今回の問題、パワハラとあと贈答品の問題がかなり問題として大きく取り上げられてますけれども、鈴木知事としてのパワハラや贈答品へ の知事としての対応、あり方については今どのように考えていらっしゃいますか？はい、しっかりと私も、他山の意思としてですね、それを踏まえて、適切に対応していきたいと思っております。日本経済新聞の佐伯と申します。はい、今 の兵庫県知事問題に関連した点を、はい、お伺いしたいんですけれども、今回の一連の問題 の端緒として、まあ、兵庫県政ですね、の中に内部通報制度がちゃんと整っていなかったことが、問題の一つではないかというような、指摘もありまして、で、先ほどの多山の医師としてというご発言があったんですけれども、今回の一連の問題を受けて、静岡県内まあ、県政内ですかね、この県庁内でも、例えば公益通報者保護法 の、うん、運用状況だったりとか、内部通報窓口の整備状況だったりですとか、こういったものを改めてチェック、あるいはその、まあ、今ちょっと第三者がやっているのか県庁内にあるのか分からないんですけれども、例えば第三者に委託するですとか、見直しなど含めて、伺ってもよろしいでしょうか？適切な運用はやっていくべきだと思いますけれども、何か問題があるということでは今のところありませんので、何か委員会を作ってチェックするということは考えておりません。今回の問題を受けて、静岡県庁内のこういう内部通報窓口のチェックなどはされたんですかね？まだ、やってるかな、はい、現状、仕組みがあるものですか？適切に運用されたわかりました。あと、すみません、もう一点全然別件で恐縮なんですけれども、はい、10月1日から、県内の最低賃金が50円引き上げて、最賃が1000円超えると思うんですけれども、はい、企業に特に中小企業さんとか、サービス業などに取材をしていると、もうちょっとこれ以上労務費を上げられないですとか、まあ、インフレ円安も重なって、まあ、ちょっと円高ですけれども、もうかなり経営がもっと苦しくなるというような声も結構聞きまして、で、県として何かこういった中小企業 の労務費高騰、対策などで、今後進めていくべき、方針ですとか、まだ予算事業など含む段階ではないと思います。知事としてのお考えなどがあれば分かったらよろしいでしょうか？これはやっぱり基本的には労働生産性やですね、中小企業 の企業としての生産性を向上させて、まあ、しっかり賃金のアップに対応できるような、まあ、経営体質にしていくということが、まあ、重要でありますから、まあ、そうした経営支援をしていくということが持続可能性なですね、対応対策になるのではないかというふうに考えております。それらの例えば、業態転換の給付金とか、そういった、設備投資等に関する支援というのは引き続き県をとしてもやっています。はい、ですから、まあ、DX の促進でありますとか、あるいは、まあ、業種転換、業態転換に対するアドバイスでありますとか、まあ、支援でありますとか、そういうことに対してですね、まあ、あとは私がよく言います中小企業第二創業ですね、いわゆる量機器の経営をするためのですね、まあ、そうしたある種の、まあ、スタートアップ施策の一つでありますけれども、まあ、そうした中小企業の、経営体質を強化をしていくということについての取り組みについては、一生懸命やっていきたいと考えております。他にありますでしょうか？特に大丈夫です。なければ終わりますが大丈夫ですか？じゃあこれで知事会見を終わります。はい、どうもありがとうございました。